はい、こんにちは。日本改革党くつざわです。リカ様、イコマのてっちゃん様、たまる永遠の猫様、お手紙いただきました。ありがとうございます。対馬陽子様、バースデーカードとお手紙いただきました。ありがとうございます。森真子様、ご支援ありがとうございました。ありがとう頂戴して政治活動資金にさせていただきたいと思います。今日も暑いですけれども、もう、昨日よりは具合良くなってまいりました。あの検査やると大体 2,3 日大変なんですけれども、だいぶ体調を戻ってまいりました。56歳アラカンになりました私。中身は30歳ぐらいから成長してないって自分では思うんですけれども、30年前は漁師さんは55歳定年だったけど、今どうなんでしょうね。是正されたのかな。55歳定年では働く人いなくなっちまようみたいな感じで、是正されたんでしょうか。岸田文雄、今日で66歳に。志位和夫、今日で69歳に。泉健太、今日で49歳に。意外と若いなこいつ。ムッソリーニ、今日で140歳生きてたらあという日であります。憲法9条は平和憲法なんかでは全くなくて、日本人は抵抗せずに殺されてるっていうものであるとしたら、男女共同参画事業っていうのは、女性に結婚出産育児教育を期待しながら男並みのフルタイム労働も強制する鬼畜事業っていうことで、いいでしょうかね。こう説明したらいいでしょうかね。日本改革党的にはですね、花嫁修行は立派な身分である。花嫁修行って堂々と名乗ってよい。出産育児は異業である。専業主婦は尊い職業ってとこから始めればいいのかな。日本人減らそうとしてっからね、テレビ新聞はね。今日7月29日は通襲事件の日でもありますが、まあ、知らない方は検索してみてください。おぞましい記事が出てまいります。通襲事件、7月28日、昨日発表最新ですね。アメリカピューリサーチセンター調べ、中国を世界一嫌っているのは日本とオーストラリア。世界各国の中央値は 67%。 67% が嫌い。中国嫌い。所得が高い国は軒並み中国が嫌いであったという無慈悲な調査結果。日本とオーストラリア同率で 87%。 中国嫌い。スウェーデン85、アメリカ83、カナダ79、オランダ77、韓国77、ドイツ76、フランス72、イギリス69、ポーランド67、スペイン66、イタリア58となっております。中国が嫌いって答えた人が少なかった国、ケニア 23%、 ナイジェリア 15%、 インドネシア 25%。 これは嫌いっていうより知らないじゃないの。だってね、ナイジェリアじゃないや、ケニアのこと、好きですか嫌いですかって私聞かれても、わかんねえってなりますもんね。世論であります。アフリカ諸国は中国って何か理解してないんだろう。中国共産党という犯罪組織が支配しているから、中国人自身が中国嫌いだって言って逃げてるし、政府が嘘つきだから先進国民に嫌われるな。当然中国好きなのは自民党と経団連の上層部だけでしたな。中国と一度でもビジネスをすると嫌いにならざるを得ない。近い日豪はわかるが、遠くの欧州からもこんなに嫌われているとは。まあアメリカ、日本、オーストラリアが嫌いなのはわかりますよね。なんか台湾侵略して辺の海峡を我が物にしようとしてるから、日本なんてあそこの海峡を抑えられちったら、中東からの石油止まっちゃいますよね。 ABCD 包囲網の再来になっちゃうから、何としても防がないとならないですけどね。試験ですけど、毛沢東、終戦しても大陸に居座る悪辣な日本兵を我々が追い出した。嘘。なのでここは我々が統治する。中国共産党じゃない、中華人民共和国建国と、中国共産党が戦ってたのは、実は非武装民間人の国民党の支持者の地主や商人たちであります。
日本全然関係ねえんですね。実は日本と戦うことで忙しくったあの国民党のいないところを狙ってですね、民間人を襲撃し周辺を恐怖支配してたのが共産党、中国共産党。日本と戦ってですね、疲弊しきった国民党を台湾に追い落とし、暴力で大陸を支配したっていうのが真実なんですけど、それ言うとかっこ悪いんで、日本は悪かったという大義名分の上に建国したのは韓国と一緒ですね。こんな国はあの日本人が好きになれるわけないんだよな。反日教育、嘘、デタラメ、教えて子供を成長させてるしね。林鳳生はお前おかしいがな、中国好きって。お前おかしいんだからな。建国からして敵なんだから、あっちは。この山村をですね、支配地で固めていって、ついには首都も落としましょうっていう方法ですね。山村革命と呼んで、日本共産党も真似してたんですけれども、1955年、共産党大会、党大会でですね、山村革命の方針は放棄されました。これちょっと無理だよね。これに反発し飛び出したのが、中核派や核丸派、その他のちんまいとこね、俺たちは田舎で暴力振りたいんだっていう、どうしようもないクズどもが、飛び出したんでしょうね。中国嫌い 87%、残り 13% は一体どういう属性の連中なのかな。立憲共産社民令和の政党支持率合計するとですね、どこの調査でも、いつでも大体10から14% くらいになるけど、そのあたりの奴らでしょうかね。それとも1割いると言われる、機能的モンモー。機能的モンモー。機能的モンモーっていうのは、まあ、何書いてあるかわかんねえ。ひらがなは読めんだけど、みたいな。3割言われいると言われているですね。行政文書レベルは理解できないってそう。これ私の知り合い、派遣で、パスポートを出すところに、市役所で働いてまして、ちゃんとね、事前に渡した紙に、これとこれとこれ持ってきてくださいね。ハンコ持って書いてあんのに、持ってこねえんだって、じいさんとかんで、暴れんだって、せっかく遠いとこ来たのになんとかしてくれよ、みたいな。そんなパスポートみたいなもの、多少の不備は構わないから、ホイホイ出したら大変なことになるじゃんね、パスポート。一番慎重になんなきゃなんない身分証でしょうよ。まあ、ツイッター上にたくさんいますね、このレベルはね。そんなこと書いてねえべっていうのに、なんかトンチンカンなことを、書くやつ、まあ、ニュースでもなんでもね、ニュースに反応して、そんなこと書いてなくねえみたいな、こいつ、わかんないんだな、日本語はな、っていうような人、ツイッター上には、たくさんいらっしゃいます。2015年の日韓合意、12月28日合意でもですね、桜井誠とチャンネル桜が発狂してたんですけど、なんか、なんやかんや文句してたんですけど、そんなこと書いてねえべって、思って、まあまあ、それ、そんなこと書いてないよって、書いたらですね、言ったらですね、猛攻撃、受けちゃいましたけれども、まあ、かわいそうなレベルの連中だな。G7 は軒並み 70% 超え、G7 サミット国、世界経済の4分の3に嫌われてないか、日米、サミット国に嫌われてたら、世界経済の4分の3に嫌われてないでしょうか、中国。韓国 77% 高いな、意外と。日本も中国も嫌いなの、あんたらは。周り敵だらけじゃん、だったら。日本はね、台湾はまあまあ好きって言う人多いですけれども、一つもねえんだな、韓国は。周辺に、好きな国が。まあ、いつまでもコウモリやってっから、自業自得ですよね。ポーランド、たった1年でプラス 12% の 67% が中国が嫌い。一体何やったんだろうね。日本はプラマイゼロでした。前年度と一緒。とっくにカンストしていた模様であります。世界の中央値 67% はなかなかの数字だと思いません。世界中から、67% 嫌われてるっちゅう。中国さん、世界中から嫌われてて、大爆笑なんですけど、記事にもありましたけれども、日本は孤立するって、孤立するぞなんて、中国政府よく言いますけど、
孤立してんのは実は自分らだったっていうオチですね。中国人でさえ自国が嫌いで逃げ出してるし、日本に来んなよ頼むから、行儀悪くて腰マナー悪くて叶いませんよ。この前もね、あのラーメン屋でなんか旅行者っぽいあの中国語喋る若者の男がですね、ラーメン食いながら携帯ででっかい声で喋ってて、もう邪魔でしょうがなかった、うるせえなーってつい言っちゃいましたよ。労働力として入ってきたら日本人の賃金下がっちゃうしね。7月28日、関西電力高浜原発1号機再稼働、早速反対派がデモと集会やったそうであります。約100人が原発北門前で抗議凱旋したそうで、NHK スクランブルデモは絶対報道しないのに、こういうのはきちんと報道する毎日新聞と、いうことで、テレビ報道もしたのかな。世論、関電偉い、連帯なんとかアクションとかかな。こいつらだけ電気代2倍にしようぜ。じゃあお前らが電気代肩代わりしろ。頑張れ共産党、日本に負けるな。原発バンバン動かして電気代下げろ。古くてダメっていうなら新しいの建てさせろ。古くても新しくても文句言うくせにっていうね。まあ暑い中ご苦労な子って、熱中症で倒れた方とか、いらっしゃらなかったんでしょうか。そういうことは書いてなかったからいなかったのかな。誠に残念であります。これもですね、仲間内での評価を上げるための行動なんで、参加しないといけないんだろうな、暑くても。60年経っててフリーからダメって騒いでるみたいなんですけれども、再稼働前にですね、入念すぎるほどチェックして、これなら大丈夫っつって再稼働したんでしょ。それにですね、もう発電開始してるそうだから、今更止めろって言ったって止まんねえよ。まあポーズでしょうね。なら建て替えまーすって言っても反対するんだから、まあ同じですよね。古くても新しくても、事故の歪んだ快楽のため、仲間内での評価を上げるためやってることだし、まあ理屈じゃないんですよ。考えるな、感じろってやつですか。靴沢的にはですね、最新型大出力に建て替えてもらいたいところですけれどもね。日本中の原発、もうちょっとテレビと新聞が弱らないと、原発良くないっていうのが弱らないと、増やしたり更地に新しく建てたりっていうのは難しそうですもんね。だったら今あるやつを全部新型の大出力のにしちゃって、日本の電力の原発比率高めればいいんだよね。この手の連中はですね、沖縄基地建設で環境破壊が、ジュゴンの居場所がって、騒いでますけれども、紙の新聞は環境破壊とは絶対言わないですよね。そういう連中です。ダブスター、事故の歪んだ快楽のため、仲間内での評価を上げるためやってることなんでね。維新、共産党はなくなった方がいい政党発言なんですけれども、全くその通り、いや積極的に滅ぼすべきなのに、各所でまだ騒いでるみたいなんですよね。北側、公明党副代表、北側っていうの名字ですね、なんか紛らわしいけど、北側の公明党副代表なのか。共産党は政策や考え方に違いがあるが、違いと言って、なくなっていいとは思っていない。これを報道したのは共産党の仲間の NHK と、いうことで、世論、公明党さんもなくなっていいよ。まさかのあっち側、同じレッドチームだもんな。自分らより下がなくなったら困るもんね。どちらも消えてほしい。両方いらん。引き立て役として存在しててほしい。カルト仲間でかばい合い。令和山太郎はですね、維新をなくさないといけない、ギャグにみたいな、共産党側に起死鮮明にしたそうで、まあパヨ支持者以外はどう思われてもいいって思ってることがありありですね。維新の支持者って結構な数いるはずなんですけど、これを全部敵に回してもいいや、今の支持者に受ければ、事故の歪んだ快楽のため、自分の評価を上げるため、仲間内の、ですから、公明党が敵を増やしたくなくていい人ぶりの玉虫言ってんだが、なくなっていいと思ってないが、なくなってもいいっていうオチなんですかね。どっちも消えろ、意見多数、擁護コメント皆無でありました。学会員はネット工作にはいまいち弱いみたいだな。次の衆院選で公明が戦う相手は立憲や共産の候補じゃなくて維新や民民の候補なんで、激減の可能性があるんですね、実は。激減の可能性が
実はあんですね。自公連立組んでから今の政府が気に入らないって人は維新に入れるだろうしね、民民とか、よくですね自民は米を切るって声がありますけれども、ありますけれども、私もそうしてもらいたいな、本当言ったらそうしてもらいたいな思ってますけど、地方議員の自民公明の仲良しぶり見てると、それ上が決断するのは困難と思われます。どっこの地方議会もですね、自民だけで過半数いかないとこがほとんどでして、実は、自民と公明が手結ばないと過半数いかない、だから何の議案も通んないっていうところがほとんどでして、なので残念ながら焦らず騒がず公明党を批判しまくりながら、糾弾しまくりながら、自然な議席減で自然な連立解消を待つしかないか、残念ながら。まあまあ座して待つんじゃなくて、批判しまくり糾弾しまくりは続けたらちょっと時期早まんじゃないか、消滅の、まあいずれは消滅するとこですからね、今後もね、と思うんだ。やっぱね、共産党と一緒でですね、学会員の高齢化が止まらないっていう話で、新しい人なかなか入ってきてくれないっていう話ですからね。というわけで8月15日暑いですけど、懇親会と靖国神社正殿参拝メール党員様とやります。動画説明欄もっと見るをクリックして、そちらからご応募、メール党員の皆様、メールの案内ご覧になって応募してください。よろしくお願いいたします。デトックスジャパン。